浪、優勝してはしゃぐ。藤浪晋太郎投手29が所属するオリオールズは28日日本時間29日本拠地でレッドソックスと対戦、2-0で快勝し、2014年以来9年ぶり10度目となるアリーグ東地区優勝を決めた。また1980年以来43年ぶりとなるシーズン100勝を達成した。藤浪は登板がなかったが、優勝の瞬間はブルペン陣でチームメイトと抱き合い喜びを爆発。ユニフォーム姿でグラウンド上に飛び出し、歓喜の輪に加わった。試合後のシャンパンファイトにも参加、チームメイトとシャンパンを掛け合い、ビンボとラッパ飲みもして勝利の美酒に酔いしれた。さすがは大谷が唯一憧れた男。防御率7点台でもチームに貢献できる藤浪の方がイチローや大谷よりすごいな。ようやく兄貴の161球ざらし教育が実を結んだな。若いやつは甘やかしたらダメ。まあ個人成績はあれだけど、チームに帯同してるんだから優勝は嬉しいだろうな。貴重な経験だからな。プレーオフで出番がなきゃ何も意味がない。団体競技なんだから個人成績よりチーム成績の方が重要だと思うわ。だから大谷より藤浪の方がすごい。中継ぎだけなら何点台なんだ。来年も見たいな。チャンピオンリングもちゃっかりもらいそうな藤浪。俺らの藤浪さん、オリオールズ移籍後の防御率はなんぼなん？ご視聴ありがとうございました。